何打つ？打たねえ。いや、わからん。打っちゃうのか、俺は。ほっとってもやりに行くんか。いや、打つね。いや、打たんねえ、もう俺は。勝てるわけないんだ、俺みたいなもんが。もう分かったんよ。で、困難にこう直面した時に奮い立つものとその場で座り込んでしまうっていう2種類しかいないんですよ、人間には。俺は後者だ。でも君たちは違うって。つばりを2打ってきてくれや、マジで。千葉まで待て。千葉マジでやろうかな俺一回。あれ入ったらやったろか。ちょっとコンプリート2期目指していいっすか俺。6号機で万枚童貞なんやけど、もうそろそろ万枚目指していいっすか俺。できることなら南国で行きたいんだが、あの台もうこらえれんなっとるけん。ひどいけん、ほんと。おかしいもん。いや、台がおかしいんか、俺の引きがおかしいんか知らんけど、お前。毎回打ち寄ってこんなん暗いよったら、それ勝てんで。ほんとに。なんでいきなりこんなハマるん？普通に。こんなん、どうしようもないですやん。あんまり出るん？え？サマーオブリフレイン聞いたら出るんじゃね？フリーズしてみたいんよ。ほんとに一回でええけん。躊躇引きたいんよ。ていうかもう赤しおりが見たいだけなんよ俺。もうあそこでポロンってなったら躊躇飛んでくるんやろ？見てみたい。93% ループを体験したい俺。あんな北斗の 94% とかいう嘘の無双転生なんかやりたくないんよ俺は。ガチの 92% とか 93% をやりたいんよ。焼かれてます。いやでも誘われとるよな、南国歌んって。上司にフリーズ引いたけん調子に乗っとんよあれ。いややわ、絶対殺されるよ。だって金ないし、もう財布に金ないし、下ろさないかんし。散髪行きたいし、床屋困らせたいし、ボリュームを出せと言いたいし、いろいろやることは。カーテンも買いたいし、遮光性の強いカーテン買いたいし、ニトリ行きたいし。何着るん？髪。いっぱいやりたいことが詰まっとんよ俺。今までおろそかんしとったけん。スロット打ち寄るまあなんかねえんだわ。いや、あるか。買ってきて、うん、ちょっとあれをちょっと元気が出たわ。チャーボースのその頑張りに評して
俺もこのままじゃいかんなって思いましたわ。破壊、破壊や。髪切ってニトリ1時間。いや、そっからタイヤ交換もあるけど、そもそも今から寝てお前何時に起きるんだって話だしな。まあええやろ、とりあえず寝ますわ。お疲れ様でした。期待しとってやって、俺のこと忘れんといてや。死亡しとるかもしれんけど。ではチャオです。